針や爪楊枝を使って紙コップの底に穴を開けます。同じものをもう一つ作ります。爪楊枝を適当な長さに切ったものを二つ作ります。タコ糸を適当な長さに切ります。タコ糸を紙コップの穴に通し爪楊枝をくくりつけます。爪楊枝をコップの底にセロハンテープで貼ります。もう一つの紙コップも同じようにタコ糸をつけ二つのコップをつなぎます。糸電話を使って話をします。聞こえますか？聞こえますよ。糸に触れ振動していることを確認します。おー、実際の音をマイクで取るとこのようになります。あコップに糸をつけたものをもう一つ作ります。3人で話したり聞いたりしてみます。ああ